大体9時ですね。今日は火曜日になります。これから朝練をしに、モナカラスのカンポに、来ていますけど、今日お話しすることは、昨日の、月曜日のですね感想の動画になります。昨日はまあチームとしても、全体の練習がありましたということですね。で、まあちょっと面白い事件がありまして、事件というか、まあ、びっくりしたことなんだけど、練習のメンバーだいたい今ね所属の選手が23人ぐらいいるんですけど、そのうちの、12人ぐらいですかね、昨日来たのは12人です。一応ねカテゴリー的にも、お金を発生してね、やってる選手が多い中で、このようなね状況になっているのは非常に、びっくりしていることですけど、練習行きたくないと、素直にねこう言ってくる選手がもういるという状況です。なかなかねしんどいんじゃないかなと思います。とはいえ、まあ、僕は行ってですね、練習の方もちろんしましたけど、内容も、非常に、緩い、はいすいませんちょっと切れちゃいましたけど、内容もですね一度も、息がね上がることなく、終えてしまったようなね、トレーニング内容でした。まあそこに関してはもうどうこう言うつもりもありませんし、ほらーおはようございます言うつもりもありませんし、まあ追ってね、それはもうしょうがないです。もう僕のできることはないので、一回一個ね、自分を信じてしっかりやっていくだけだなとは思いますけど、まあ内容としてもまあそういう内容だったので、ちょっと、まあ、難しいですね。非常に難しい状況だなと思います。今までこれサッカーやってきて、このようなね環境でやったこともないですし、このような環境というかね、環境の部分もしかしたらいいのかもしれないけどね、その J リーグとかじゃなくて、その海外のヨーロッパのその一部二部とかじゃないところだったらいいのかもしれないけど、まあこういうシチュエーションというかチーム状況というのは初めてなので、なかなか難しいんですけど、とはいえやらなきゃいけないことはありますので、残りのね、2試合、練習はあと全部で7練習ありますのでね、まあもうどうこう言わないで自分にフォーカスしてやれることをしっかりやりたいなと思います。まあもう頑張るだけです。まあ一つ一つやっていくしかないなと思っています。結構昨日はしんどいなと思いながらサッカーしてたし、ただね自分にフォーカスすると言ってもなかなかねそのフォーカスの仕方が、あの強度とかだとやっぱなかなかできないんだよね。やっぱそのこだわるって言ってもパスとかこだわるって言ってもこだわってねパスとかやるしかないし、コントロールとかやるしかないので、まあ今日みたいにこうやってね、今日はチームの練習がオフなので、こうやって朝ね、ボール蹴って、友達とねボール蹴ったりとか、まあ、これから友達が来ると思うんですけど、ボール蹴ったりとかして、まあ、やっていくしかないなと思います。まあもう頑張るしかないので頑張ります。ポジティブに、状況は変わらないので、やっていきたいと思いますので、あともう少しですね、辛抱して忍耐強く頑張りたいと思います。そんな感じで終わりたいと思います。ではまた。